ありがとうございます。先ほどまでは小林さんの JICA 海外協力隊に入るまで、まあ、いわゆる知るまでをお話しいただいたかなと思ってるんですけど、これからはちょっと JICA 海外協力隊に参加してどういうことを行ってきたのかみたいなところをお話しいただこうかなと思ってます、はい、実際なんですけど、うん、JICA 海外協力隊に応募するにあたって、うん、まあ、いわゆる職種っていうものが選べると思うんですけど、どういう基準でそれって職種を選ばれた感じなんですか？これね、僕もその戦略を練ってですね、はい、半年前とか1年前とかの合格のあれが出てるんで、そのチャートを見ながら倍率とかを全部見て、僕のキャリアだったらこの職種受けれそうで、この職種だったら受かりそうみたいな、ライバルが少なそうなやつを行ったところ、火星生活改善っていう最適解が見つかってですね。そういうことですね。その時って JICA 海外協力隊って年に2回の募集があって、 でそれに対しての応募者人数と募集人数と、はい、実際に合格した人数が書いてある、はい、なんか一覧があったんですよね。はい、でそれで合格率みたいなのを計算して、自分のマッチしている職種はどこかっていうのを計算したのと、うんうん、自分が受かりやすいところがどこなのかっていうのをそこで計算したわけですね。そうですね。なのでわりかしそのさっき申し上げた通り、はい、食育とか栄養とかに興味があって、はい、食関連の栄養改善関連のところだったら語れるのかなっていう、まあ、食品銘柄だと思うんで、はい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 、だからそこを1本いきましたね。なるほど。コミュ界よりももうちょっとギュッと、米界の大きな枠で言ったらコミュ界の仕事になると思うんですけど、その中でもこの火星生活改善っていうところにギュッと専門性を合わせにいった感じですね。はいはい、うん、実際コミュニティ開発と火星生活改善っていうところの違いもちょっとお聞きしたいんですけど、うんうん、火星生活改善って具体的にはどんな職種なんですか？基本的には2つ多分分かれてて、服飾系、お裁縫とか、はい、ああいうのもあるし、僕が言ってたのは栄養系ですね、はいはい、僕が実際やってたのはその商品作物、収入源になるような作物を提案したりとかして収入の向上をしていきましょうみたいな、そういうのをやってましたね。ああ、そういうことですね、うん、じゃあコミュニティ開発っていうと、いわゆる住民に対して収入向上活動をしてくださいっていうのが多分コミュニティ開発で、はいはい、その中でも火星生活改善っていうのは、うん、栄養とか、まあ、食とかそういったものに関してフォーカスしてアプローチをするようなイメージなんです、ね、おっしゃる通りです。 ありがとうございます、はい、火星生活改善っていうところって、うん、どの国で募集されてたんですか？当時ザンビアで何人か募集枠があったんですよ、うん、っていうのもそういうプロジェクトがちょうど作られたタイミングで、うん、はい、今あるかっていうと多分ないんですけど、当時たまたまその枠が首都近郊4カ所ぐらいにパイロットサイトを設けて、それぞれに隊員を派遣して緩やかにこう連携して一つの方向性に行きましょうみたいな栄養指導改善系のプロジェクトがあって、ああ、そういうことですね。この中の枠一つ、はい、だから4つ椅子があるわけじゃないですか。なるほど。4つ椅子があるうちの1つぐらい座れるだろうっていうのもあった第1志望はどこですか？ザンビアの僕の今やってるとこ、そういうことですね、行ってたところ。はい。じゃあ第3希望とかはどこ行かれてますか？第1、第2、ザンビア、ザンビアにするちょっとやらしいかなと思って、はい、第2希望だけパラグアイ面白すぎてやばい。ちなみにパラグアイは同じような、そうそう、うん、やっぱり女性グループにそういう栄養指導とかして、はい、クッキングとかやるようなプロジェクトでしたね。なるほど。じゃあ実際それで応募しました、うんうん、まあ、書類通過して、うんうん、次多分面接になると思うんですけど、はいはい、まあ、いわゆる火星生活改善の面接って、うんうん、僕の中では結構特殊だと思っていまして、はいはいはい、どういうことを聞かれたのかなみたいなところをちょっとお聞きしたいんですけど、いや、そんなに多分変わらなくて、自分の今までのキャリアとかどんなことできるのか、まあ、そのコミカイの同じような切り口で多分聞かれてて、うん、あと健康問題ないですよねとか、はいはい、その辺の話で。でも一つだけ特殊だったことがあるとすると、うん、なんか宿題があったんですよ、はいはいはい、で栄養改善活動のサンプルじゃないけれども、はい、自分でどんなものをこう出せるのかっていう宿題を一つ持ってきてくださいみたいな、成果物っていうんですかね、はい、農家さんとかにこう指導ができるようなっていうので、僕その当時スパイスとかハーブとかを売ってたもんですから、はい、ポプリを作って、ポプリって分かります、はい、あの香りがする袋みたいな、あれを作って持っていった、はい、で僕はそのそういうスパイスとかハーブとか知識ありますよっていうのも含めて、はいはいはい、でこういうちょっとしたアイテムを作って売れたりもできるんじゃないですかとか、こうなんかあの当時そんなことをなんか必死に考えて、そうそう、そういうものを持ってアピールした記憶がありますね。めちゃくちゃ面白いし有益な情報聞きましたねありがとうございます。じゃあ実際受かったのはザンビアになります、うん、そうですそうです、第一志望で通りました、はい、なるほど。じゃあ実際にその後ザンビアに行かれるわけですよね、はい、ちょっとザンビアのこともお聞きしたいなと思ってるんですけど、ザンビアは使用言語は英語です。英語になりますか、ね、はい、現地語もあるんです
ですけど、基本は英語で全部大体いけます、はい、そうなんですね。実際小林さんがザンビアで生活する中で、うん、住居環境とかもちょっとお聞きしたいんですけど、はいはいはい、実際どうだったんですかね。住居は普通に一軒家。なるほど、うん、じゃあ実際にお水とか電気とかどうでした。電気は、うん、まああんまり時たま停電する。時たま停電する。水は全く出なくて僕本当に日本人の感覚で行ってるじゃないですか、はいはいはい、で当時多分ね雨が降らない時期に派遣されて、うん、最初3ヶ月ぐらい水が全く出なかったんですよ。ちょっとそこは最初にギャップっていうか、あそうなんだみたいな実際だからそうなったら井戸から汲んで、そうそうそう井戸から汲んでそう水を持ってきてもらってて。そうなんですね。実際ザンビアに行かれた時って、うん、マカセ生活改善で入られた時って、うん、所属はどこになったんですか。ねザンビアのルサカが首都なんですけど、はい、ルサカ州っていう州があって、まあ、県みたいなものの軍がその中にいくつか軍があるんですけど、軍の農業事務所っていう。そうなんですね。農協みたいな感じですかね、まあ、いわゆるこっちでいう県庁とかそういったレベルのところの、うんうん、この事務所で働いていたみたいな感じですかね。そうですそうです。周りだから公務員っていう感じで、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、実際どういうことをされてたのかっていうところもお聞きしたいんですけど、はいはい、実際ザンビアで何されてらっしゃったんですか。僕が主に自分の活動としてやってたのは3つあって、はい、1つがお米作り、うん、お米の作り方を教えて収穫まで持ってくるっていうところと、はい、あと2つ目がキノコ作り、うん、キノコも同じような感じで、はい、商品作物となるキノコを同じく栽培指導して、うんうん、で3つ目が乾燥野菜とか、はいはいはい、そっち系のドライフルーツとか、あ、そうなんですね、そんなところをやってました。で僕の仕事としてはその3つ柱があって、別枠でその農業事務所自体が栄養課みたいなのが僕の配属先だったんですけど、その栄養課がやってるようなクッキングとか、うんうんうん、そういうのにもお手伝いをするっていう、そんな感じでした。主軸としては基本的には住民の収入向上活動の一つとして稲作もしてたし、うん、キノコ栽培もしてたし、うん、その他の、まあ、いわゆる加工っていうとか、うん、加工食品みたいなところに対してアプローチをしていたって感じですね。そうですね、うんうん、まあ、で一方で、まあ、栄養っていうアプローチに関して言うと、うんうん、まあ、その栄養家の人たちがやっているようなところにもサポートさせてもらったりとかしてたって、ね、そうですね。なんでそこの緩やかなつながりが作りたいなと思って、うん、取れた作物をその料理のクッキングのデモの時に使ってもらうとか、そうなればいいなと思って始めて、結果的に僕の時はそこまでこう密な連携できなかったんですけど、はい、そういうのもあって始めましたね。なるほど、ありがとうございます。実際なんですけど、うん、稲作栽培とかキノコ栽培とか加工食品とかされてらっしゃったじゃないですか、うんうん、結果どうでした2年間やってみて。めちゃくちゃ大変というか、もう壁だらけというか、はい、まあ、そもそもやっぱりうまくいかないことだらけで、うん、最初に協力してくる農家さんを探すところから始まり、はい、そのやっぱり水がないとか、はい、で肥料がないよとか、なんかお金どうすんのとか、うんうんうん、キノコとかだったら例えば菌を植え付けるんですけど、はい、植えても芽が出てこないとか、うんうんうん、そういういろいろなチャレンジがあって、はい、それをこう一つ一つ話をしながらクリアしていく。はいはいはい、はい、うん、そう、ざっくりでいいんですけど、うん、どれぐらいチャレンジの個数ありました。いやもう、なんだろう、分かんない、もう分かんないぐらい数えらんないいや本当に20はくだらないですよね。チャレンジした後に並行したチャレンジもあれば、その終わった後にまた新しい課題が出てきちゃったりとかもあって、そうですね。でそもそもその今3つの私は軸があってって、3つポンポンポンって今はだから言いますけど、はい、当時はやっぱり何していいか分からんくて、最初の半年間ぐらいは、まあ、出勤するけれども、はい、まあ、他の同じ同僚たちもガソリン代が出てないからガソリン買えないとか、あとはそのお金がないから食材も買えないとかって言って、みんなもお茶飲んでなんかぼーっとしてるんですよ、うんうん、予算がないから、はい、予算がないから、その中で自分だったら何どうやったら予算を捻出できるのか、うんうん、作物を作って売ったらその部の予算にもなるかなとか、いろいろ考えて商品作物育てよう、農家さんと一緒にそういう取り組みしようとか、こういろいろ自分の中で半年ぐらいなんかこう模索してできることっていうのを考えたんですけど、うん、半年間ぐらい本当にもう求められてるのか俺はっていう。それめちゃくちゃ面白くて、うん、まあ、本当に何かがあって、うん、僕たちが行くわけではなくて、そうそう、何もない状況から作っていかないといけないっていうのはすごいしんどいですよね。そうだから企業とかと同じような多分感覚レベル感は全然日本の企業家さんとかもっと努力されてると思いますけど、感覚的にはあんな感じで、うん、ゼロから1を生み出すみたいなのがすごく大変 でそのために支援者というか一緒に取り組んでくれる人、僕がやったって僕帰ったら終わっちゃうから、はい、だから僕じゃなくってそのやってくれる農家さん、あるいは一緒にやってくれる同僚とかで、うん、うまくそこをつなげてとかっていうのの影の立役者みたいなのにならなきゃいけないから、はい、自分が主体ではないだけど主体にならないと進まないしとか、うんうんうん、そこの葛藤がすごくて、確かに、なんか僕がいなくなっても取り組める、回り続けるっていうのを軸に考えると、うん、もう2年じゃ足りないよねっていうのが結論かなと思います。ありがとうございます、うん、実際その PDC を回す中とか、うんうん、活動を2年間やる中で、うんうん、前職のところで生きた部分とかってありますか。もう完全に営業力ですね。あ、そうなんですね。結局調整
だから農家さんへのコミュニケーション、ミーティング開く、で同僚をちゃんとそこに連れていく、うんうん、そういうなんか調整能力で全部いろんな話聞きながらすり合わせていくっていうのは、はい、まさに日本での営業活動だったなと思います。いや本当ですよね、あれこそ新規営業ですよね本当そうですなるほどですね、ありがとうございます、うん、実際2年間、うん、ザンビアで、うん、あの活動されてて、小林さんが学んだことってありますか？物がないんですよ、やっぱりアフリカって。だから日本だったら量販店に買いに行って長靴ないなら買ってくればいいじゃんとかあるんですけど、売ってないし、そもそもその国に存在してないし、でまあなんならお金もないしっていうので、もうない中でやるしかないんですよね。うまくそこをこれぐらいでまあなんとかなるだろうっていうのの落としどころを作ってやっていくっていうのがすごいこう日本じゃ得られない経験というか、金出したらなんとかなるよっていう日本の価値観がやっぱり通用しない、そこがすごい勉強になって、アフリカの人はやっぱりそういう中でなんとかしちゃうっていうのがあのバイタリティっていうんですかね、すごいなーって思います。まあ確かにそうですよね、うん、実際久保さんが2年間ザンビアに行ったじゃないですか、うんうんうん、一番印象に残ったことってありますか？それはやっぱりその収穫ができた時、はい、まあ、お米とかもそうですけど、キノコとかもそうですけど、一緒にこうずっとチャレンジを繰り返していく中で、はい、一つ一つクリアしてきて、やっとこうキノコが取れるようになりましたとか、お米のあの穂が実りましたとかいう時はすごいこう感慨深かったですね。キノコ栽培でも稲作でも3ヶ月とか4ヶ月見ないとそうダメじゃないですか、結果がそこまで待たないといけないっていうのが大変ですよね。だからで3ヶ月4ヶ月待って、はい、キノコが出てきませんでしたっていう時もなんかあるんで、はい、なんかやっぱりそれでもう一回第2ターンに進んでやっとみたいなところもあったんで、でお米とかに関しても水がないと育たなかったりもするので、雨季を狙ってとか考えると、ザンビアって年に1回しか雨季がないんで、はいはいはい、チャンスがやっぱり少ない中で、はい、やっとまあキノコとお米両方ともまあ1回2回こう瞬間立ち会えたんで、うん、よかったなっていう。なるほど、実際小林さんが2年間ザンビアに行って、うん、総合的に見て良かったですか？めちゃくちゃ良かった一番何が良かったですか？まあもう自分の成長につながりましたね、うん、自分のキャリア経験を全部アフリカに投資しようみたいな感覚だったんですけど、うんうん、全く逆で、はい、アフリカにこう育ててもらって、はい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 、でせっかくダイエットした体重もまあ増えたりとか、まあ、そういう意味でも育ててもらったんですけどあのいろんな知識とか0を1にするような経験とかっていうのをもらえて、一回り成長して日本に帰ってこれたっていうのは、ここがやっぱり一番勉強だったかなと。そうですよね、うん、確かに全くやったことがない、過ごしたことがない国でゼロから始めるって相当なプレッシャーだし、うん、ハードルもあって、いやもう全然無理で、やっぱりザンビアのその仲間とかがいないと、うん、まあ始まらない話で、自分一人だけで何かできるかって無理なんですよね、うんうん、そこをやっぱりみんなと仲間と協力してっていうところはやっぱり今の糧にもなってるし、すごい行ってよかったなって思う、そこは。はい、ありがとうございます、うん、ちょっとじゃあ JICA 海外協力隊のことをお話しいただいたので、はい、この後は JICA 海外協力隊の後、うん、今何をされているのかっていうところをお話しいただこうかなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。